え、こんにちは。え、今月の西田ビジョン。え、今月はですね、これまたビッグなゲストにご登場いただきました。え、原口和弘先生。原口一泊先生とか私知ってますけれどもね。あの、立憲民主党の衆議院議員でですね、え、この民主党政権時代は総務大臣ですね。総務大臣ですね。はい。え、もうされました。え、実は元自民党の えー、佐賀県連の青年局長をされた。あの自民党の県会議もされていたということで、はい、えー、今日はですね、えー、実は原口先生と私は同じ似たような年なので、天皇誕生日の、えー、宴席でですね、たまたま隣に座らせていただいたことがあったんですね。はい、で、その時にお話をさせていただいて、えー、実は、 あの、あの時はまだ、や与党、野党ですから、ね、僕らどうだった、ね、そうですね。与党、野党ですね。ねなんはい。何なんだってんですが、お話、どで聞くと、あ、なかなかいい人だなと思ってまして、<笑><笑>その後ですね、まあ、自民党が政権こちらに来ましたりしましたけど、何か、あの、ちょっと、まあ、安倍さんから今、えー、菅さん、そして岸田さんになってますけれどもね、えー、少しずつちょっと私が、うんと思うところを、 えー、いろいろ YouTube で発見してる、発信してるんですけど、同じような問題意識を原口先生は持っておられるなと、原口先生の発言を聞いて、いつも感じておりましたので、今日はあの来ていただきまして、いろいろたのないお話をさせていただいた。光栄です。よろしくお願いします。毎週西田先生の、このチャンネル大ファンで、いいねを押してますから。<laughs> ありがとうございます、はい。なんか全然違う党って、自分の党よりか近いような。な また、これで、かもしれすません。はい、すません。あの、それで、まず最初のテーマがですね、え、積極財政と日本の進路と、え、消費税は日本の弱体化装置ということを、まあ、先生の問題意識で、はい、おっしゃってるんですが、私も全く同じように思うんですけど、先生のこのご意見、もう少し詳しくお話しします。あ、これはもう、西田先生がしょっちゅうおっしゃってる通りで、私たちは、この、日本全体の財政、 これ考えたときに、あの、単なる一般会計の TL だけでですね、うん、済む話じゃなくて、日本全体のこのバランスシートで考えなきゃいけない。はい、その中でも、この消費税なるものがですね、私、自民党の青年局長の時ちょうど竹下ないから。はいはいはい、はい、で、直感比率を変えるっていうんで、もう、石投げられながら上げるんだってやったんだけど、実はこれは、事業者にかかる税であって、もうこれはもう西田先生おっしゃってる。そうそうそう 付加価値。つまり、どん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 日本を弱くする。で、しかも、これ民主党政権の最大の失敗だと思いますけど、社会保障と税の一体価格ということで、安倍さんと合意をしてですね。で、そして、もともとこれは、あの、累進性、逆進性が非常に高い。はいはい、で、しかも、正規の人たちを雇えば雇うほど、税は、 少なく済む。そう、なんですよね。だからこれを連合とかが進めること自体はおかしい。うん、これも一回なくして、うん、よくこれも西,西田先生おっしゃってる、うん、別のほ、本当の間接税にすべきだと思うんですですね。いや、これは全く同じ意見なんですけど、はい、実は私もね、この消費税が入った時、平成元年の時はまだ、 あの、議員にやる前だったんですけれどもね。一時<ー>税理士で、ええ、地元のいろんな税理士会の勉強会でね、うんうん、もすごく広くみんなにあの社会保障の財源としてやっていくといいんじゃないかと。ええ、とというので、共産党の,、ね、あの方々が <laughs> 反対してたんですけど、何言ってんだと。みんなで社会させるんだと言って、<laughs> うんうん 言ってたんですが、ええ、まあその原野良し、モラルとしてはそうなんですけれども、境内の掃除としてはまずい仕組みを作ったなといい思いますね。しかもあの時僕らは政経塾で あの、中曽根内閣のブレンに教わって、はいはい、加藤勘先生とかこれ入れて、やるにしても3から上げちゃ絶対ダメよと。うん、要は価格転嫁できないそうそう。ええ、おっしゃるとりです。3ぐらいでしたらね、ええ、まだあれだったんですけれど、ね、も、その辺があれで。これ、しかし、あの、民主党政権も自民党政権もですよ、ええ、あの、共にき実は、 同じ方向で間違ったところに行っ,っ,ってたんですよ、ね。間違った。だから、私、ちょうど12年前に野田総理と戦ったんですよ、民主党。で、<っ>代表選挙で。で、私は消費税はダメだと。ましてや社会保障に使うなんていうのは、税に色ついてませんから。そう,そうそうそう。ええ。それ嘘ですしね。ね嘘なんです。嘘なんです。いや、そしたら野田さんは、いや、法律に書き込んだから。だ,だって所得税と法人税減税してるわけだから。 おかしいんですよ、ね。しかも、今申し上げたように、立場の弱い人たちをより弱くするんで。でね、まあ、今回、西田先生が、あの、インボイスについてもね、3年のあれを、先生のお力で入れていただいた。はい、だけども、これは本来は、なくすべきなんです。そうなんですよね。ええ、これ、あの、そうか、代表戦に出られたんですか代表戦に出て、それで2位じゃダメなんですあ、そうか。ええ、<laughs> いや、あのね、僕、野田先生も、それから、菅直人先生もね、ええ あの、総理されたんですが、ええ、その前に財務大臣されてるでしょそうです。ね。で、僕はね、もう騒動なんですが、ええ、絶対に財務省は、もう下にも置かない、ええ、もう大臣と、ものすごく大臣にね、ええ、大臣を扱って、ええうん、それで、 ね、いや、しかし先生、今の日本の財政はこんなに大変なんですと、このままでは悪いの口が開いて開かないどころか、本当にでんぐり返ってしまいますと、な、うん何とかしなくてならないというので、消費税を安定財源で作ろうと思ったんですが、自民党でさえできなかったんですよと、なんとか民主党でというような話をね、言ってると思うんですよねそれも、まあちょっと大臣のの秘密になるからあれだけども、もう、はい、外に彼も言ってるから。 G20 とかで吹き込むわけです。今、先生。で、僕らが政権の時のあれは3月 G20 かなんかから財務大臣が帰ってきた時、あの、成田から電話がかかってきて、もう大変だと。このままだと消費税を上げないと財政が持たない。待ってくださいと。日本は世界最大の債権国で、全体のバランスシート見たらどんだけ資産ありますかと。グロスの債務とネットの債務を見てくださいと。 僕らの政権じゃですね、総務大臣と財務大臣が同格なんですよ。政府税調の同格で。なるほど。同じ力を持ってた。なるほど。ところが、まあ、内輪を言うと。あ、だからその大臣時代にもその時すでにもうそれはや、えー、そう、おっしゃったわけですか言ってたわけです。そうですで、ところが、あ,<ー>あの、まあ、鳩山さんがああいう形になって、うん、倒れるわけですね。そうすると、うん、財務大臣だった菅さんが、ああいう形になるということで、えーえー まあ早速、あのもう先生おっしゃる通り、まあありおだてて、としてそして、落としどころをつけると財務事務次官した人間が同級生がいてはい、はい、彼が辞める時にですね、はい、私のところに何であんな消費税をやったんだと言ったら自分たちが時間をコントロールしたんですって言ってたんです。つまり外遊の時に 要するに国内でも根回しとかができないような時に言わせるんだと、あ<ー>まあまさにね、そういうのに乗せられたらだめなんですよ、だから <laughs> とんでもないとんでもないんですよ、その時の事務次官で、誰でしたっけ、えあとあの例の森友とかでいろいろやられて、ですねそして、えー、つ前の前ですよ、あの矢野さんのいと前。 お、お、お、ああはい、はい。<laughs> 彼ですね。<laughs> なるほど。ええ、なるほど。いや、だから、あの、だから、民主党と、あの、そそういう話を、鳩山政権の時に、ええ、だから、鳩山政権は消費税上げらない話一切しませんし。一切しないし、そういうのを押し、抑え込んでた。だから、それは、あの、あれ原口先生がそういうことを、税調で、調でおっしゃった,た。ええ、税調でやってて、<ー>ただ、あの時は仕分けを財務省を中心にやってて、 財務省だけ外してるんですよ、仕分けを。他はガンガン仕分けてるわけですよ。とんでもないんです。だから、西田先生が今与党で戦っておられて、なるほど同じことをされてたわけだ。財務大臣、キリキリ前してるじゃないですか。そうか。拍手喝采して それは全然僕らは存じませんでした。僕、ただ不思議だったのは、うん、あの、民主党、鳩山政権ができたときは、まあ、事業仕分け的なね、ええ、話はもちろんあったんだけれど、ええ、まあ、それはね、ある意味で言うと、小泉政権も含めね、まあ、橋本政権からずっとまあ、えー、無駄はなくしていこう。まあ、そのこと自体はね、ええ、いいんだけど、ちょっと、 パフォーマンスに行ったところあったんですが、うん、少なくとも醤油であげられなじゃしてなかった。絶対してないしむ。むしろ、むしろ逆だった。あげな、あげないために。そう、そうなんだけど。歳入歳出構造改革で、うん、あの頃は、あの、うん、埋蔵金って言ってたけど、もう要は、全体のバランスシートを、あのうん、歳入歳出構造の改革をやりましょうと。うん、なるほど。そういうことだったんです。なる,なるほど、なるほど。ところが、それやると、権益にもろにかかるから、うんうんうん まあ弱いところからあんまり財務と関係ない、先生のように税、はい、税がお分かりになり、財政が分かり、貨幣感がちゃんとした人は騙されないけど、ど弱いところから騙していった。なるほど。と僕は思ってます。それで、だから、だからある意味ですからね、実はこの前、畑山、 あの、総理にもうん、来ていていて、お話しいただいたんですが、ある時、だいた私、鳩山総理を一番口に汚く飲むててたんです。すごかった。すごかった。もう、参議院に行くのが嫌だった。いや、違い,い,い,います <laughs>。それは、あの、謝っとったんですが。それでだ、でも考えてみるとですね、あの、鳩山総理の時にいろいろ言われたこと自体は、それ自体はね、結構正しいことがあった,で、ね、あったんですよね。ええところが、次の、 えー、菅さんになって、それから野田さんになってから完全に財務省指導に、ぼロンと変わって、しかも、あれ、あれですよね、民主党の中でも、だから先生のような方がおられたはずだから、ええ、異論あったはずなんですけど、全然もう、先生があれ、内閣から外れたんです、ね、外れたんですね。あの時、小沢さんを応援して、はあ、菅さんの時に。で、菅内閣の閣僚だけど、小沢さんを応援して、ぶっ飛ばされたわけです。 だけど、結局は何かというと、今、先生が戦っておられるのと同じですよ。あのいわゆる古い一回、中央にお金を集めて、それを分配して、うん、財政法のあの4条でもって、がん、はい、じがらめにされて、日本を弱くすることに加担をするか、うん、戦うかのどっちかの違いが、ね。だから、あのー、この先生がおっしゃっている、日本の弱体化装置、つまり、目的は弱体化するため。 ええ、なんだけれど、そうは言ってないですよね。あの、そうは逆に日本の財政を安定させるためということを言いながら、ええ、実は現実にはどん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 弱体化したのは、まさにその,その、ここから始まってますしね。で、そしてこれは民主党政権じゃなくて自民党だったんですよ、これね。ええ、あの平成元年の時に、竹下内閣でね。ええ あの、消費税を入れる話をし,るし、それと、その時に、えー、なんて法人税と所得税をね、累進をかなりひくして、基本税率を下げて、それで、 消費税が入ったときに、さっきおっしゃった人件費はあの給料で払うと仕入れ税額控除にならないけど、外注費で払うと仕入れ税額控除できるから、アウトソーシングをどんどんまあ推奨する仕組みになっちゃってるんですよね。まさに竹中さん路線なんですよ。すよね、簡単に言うと。で、それを民主党までやっちゃだめなんです、うん、僕はアベノミクスもあの考え方、賛成してたんです。うんうん、ところが、消費税を増税するから、 あの、結局アクセルとブレーキを。そうなんですよね、えー。あれやってなかったら、レベル脱却してますよ、ね。ただ、ただ、あれね、その通りなんですけどね、安倍、安倍総理にも、あの、申したんですけど、うん、結局、あれは、えー、野田総理と、ええ、それと谷垣総裁、ええええ、ね、ここの党首討論をやりながら、約束するわけです、ね、でそれでやってくるわけですよね、どんどんね。で、そして、えー、最後、 えー、選挙、それじゃ政権になって、ええ、で、まあ、どちらが勝っても消費税上げるって話になってますんでね。そうです、そうです。まあ、これの、あの、安倍さんはそこには参加しないんだけど、ええ、まあ、政権取ったら、その、約束でやらなあかんってので、納得されてるわけですね。なってますからね。ねまあ、それでも安倍さんは2回それを延長されたんですよね。そうです、そうなんですよね。いや、だから、こ、ま、の、あ、そのその時そで民主党政権は、あれ結局、消費税上げるのを、菅さんや、 野田総理がやられたけど、うん、あの結構反対の人も多かった。ものすごく反対して、それで出てくるわけですよ。うううで、毎回その野党連立政権って二つで潰れるんですよ。一、はい、つがこの消費税。うん、あの、細川内閣もこれで潰れる。<ー>僕はその時自民党で、はい、あ潰れてよかったなと思ってたけど。 僕らの政権もこれで、もう一個は右左で潰れるんですよ。はいはい憲。憲法改正とかその辺の話ですか。北朝鮮です。あ北朝鮮ね。うん、戦争屋から言われて、そして、えぇ、ー、細川内閣は民社党が離れていくわけです、ね。はいはいはい。で、今度、民主党内閣は今度逆に左の社民党が離れてはいく、は、わ、い、普天まで。はい,はいはいはい。あれもゾルゲ事件みたいなのがあったんですけどね。 えー、なるほどスパイみたいな、感じスパイみたいな結局、鳩山<ー>さんがおっしゃってたかどうか分からないけど、あの時僕らは65か入り以上その、普天間から、普天間の基地から離しちゃいけませんと、うん、今、辺野古で作ってるじゃないですか、ところが佐賀に移そうとしたわけですね、今の政権は、自公政権は。うんうん、おかしいじゃないかと、鳩山、うん、内閣じゃ65か入り以内にしかダメだめだ 文があるんですよ佐賀って65回りって言ったらもう鹿児島よりか沖縄に近いとこですから何で佐賀に行けて移せないんだって鳩山さんがやったらその文章を書いた人が2人いるんですよまさにスパイ鳩山内閣をだましたんです 一回外務省はそれで、えー。だからその文書は要するに、あの、普天間じゃなくて県外に出すということを県外はもう絶対ダメだと。アメリカが認めないっていう文書なんです。でも、今、歴代の,あの自民党内閣の外務大臣とかにも探してもらったけど、どこにもないんです。はあ、つまり、騙してるわけです。はあ なるほど。うん。だから、本当にその、それ、それもうちょっと詳しいそ。つまり、アメリカが、あの、県外はダメだと言っていると。言っているという文章を、総理大臣に渡したんです。で、鳩山さんはそれを持ってるんです。うん、あの、もう、なんとかっていう人と、なんとかっていう人の名前が書いてあります。はいはい。 4月の13日だったかな、決裁文書でだからそ,それを、それを持って、て多山さん持ってたら、あのできれば県外、最低,あ最低,で,最低でも県外、できればここやとかなんかあったのは、そう、それはできないっていうのはアメリカが言ってますっていうんで、諦めさせられたわけです、うんうん、でもそれは嘘だった。あそれが嘘だったとあ、だからまだその交渉はする余地があったと、うん、あるし、そうじゃなきゃ今、うん、本来、オスプレイ基地を佐賀に作ろうとして。 たじゃないですか。はいはい、今も工事してるけど。はいはい、坂なんか65階よはる、はい、かに遠いですからね。まあ、だから、これをご覧の皆さん、西田先生のようにしっかりと独立のために戦う国会議員をまとめなきゃダメなんです。そうですね。うん、いやいや、ありがとうございます。